テームドラゴンは、日本の競争馬アドマイヤベが参加発の JGI 優勝馬である。2004年秋の京都競馬でデビュー。芝の中長距離を中心に出走する。翌2005年秋まで急戦未勝利で、障害へ転向。これが功を奏して、障害未勝利戦をあっさり勝ち上がると、いきなり重傷強とハイジャンプに挑戦する。 2番人気のテームドラゴンと3番人気のオンアードラトゥルが共に未勝利を勝ち上がったばかりという、低調なメンバーの中前走半身ジャンプステークスで、重賞初勝利のアズマビヨンドが圧倒的な1番人気となったが、レースではそのアズマビヨンドを直線入り口で楽々差し切り4馬審査をつけて圧勝する。そしてわずか障害3戦目にして、呉れの中山大障害に出走。 中山初出走、マイナス14キログラムの大幅な体重減ということもあり、前年の2着馬でイルミネーションジャンプステークスを勝って臨んだ、メジローモンドに続く2番人気となっていたが、中段追走から第3コーナーで先頭に並びかけ、終わってみれば、後方から追い込んだ2着のメルシーエタイムにキューバ審査をつけ、障害戦3戦3勝での JGI 制覇。 そして管理調教師の小島貞博にとっても初の JGI 勝利であった。なお、小島は、騎手時代にも、この競争を制しており、騎手、調教師両方での制覇となった。また、3歳馬の中山大障害優勝は1968年秋の田島王座以来、37年ぶり2度目の快挙で、一躍障害戦のエースとなった。 同年の JRA 賞にて最優秀障害馬を受賞。年明け初戦の春麗ジャンプステークスでは、微出血もあって直線伸びきれず4着に敗れたが、その次の阪神スプリングジャンプでは粘る、あずまビヨンドを退けて貫禄勝ちを収めた。そして、自走の JGI、中山グランドジャンプでは、マイナス 22kg と、中山大障害の時を上回る。 体重減で臨んだが、直線手前で先に抜け出した同レース連覇を狙う、オーストラリアのカラジとの2頭のマッチレースの末、首差の2着に赤敗した。競争後、白浜雄三騎手は脚部に異常を感じてけました。翌日、右第一四骨剥離骨折を発症していたことが判明。骨折の回復後、秋の復帰を目指したが、屈辱炎を発症したため長期の休養を迫られる。 ことになった。2007年9月頃に帰球し、11月10日の京都ハイジャンプで復帰を果たした。約1年7ヶ月ぶりの実戦で、馬体重はプラス46キロ、筋量は出走馬中最も重い63キログラムでの出走だったが、2着となった公営トライに3馬審査をつけ、復帰初戦で勝利を挙げ、2年ぶりに同レースを制した。 第130回中山大障害に出走。2年ぶりの勝利を狙ったレースで一番人気に支持されたが、最後は力尽き4着に敗れた。そして、レース後に再びクッキン炎を発症していたことが判明したため、12月26日付で登録抹消。京都府の京北育成牧場で乗馬となった。ありがとうございます。